皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回の動画は5月15日から5月21日までに発売予定の雑誌とムック本の付録合計19冊紹介していきたいと思います。5月15日シーズラボ1日5分ひんやり天然石の電動美顔器ブックが発売されます。人気エステティックサロンシーズラボ監修、エステティシャンのノウハウを応用した電動美顔器ができました。洗顔後、化粧水や乳液をなじませた清潔なお肌に使用すると毎分約6000回の微細な振動で化粧水や乳液の浸透を助けます。ヘッドにはひんやり気持ちのいい天然石のローズクォーツを使用。トライアングルヘッドが顔のデコボコにフィットしやすく、ケアしやすい形状になっております。紙面では詳しいケア方法をご紹介。1日5分で OK の毎日のスキンケアが楽しくなるアイテムです。5月16日素敵なあの人が発売されます。付録はベングト&ロッタ、旅でも活躍、キャリーケースに付けられる保冷機能付き北欧ブランドの大容量バッグです。こちらはスウェーデンを代表するデザインユニットベングト&ロッタの人気デザイン、白クマ柄の保冷もできるお買い物バッグです。旅行で使えて保冷もできるバッグが欲しいという素敵世代の声に応えた優れもの。後ろにループがついているのでキャリーケースのバーに装着可能となっております。コンパクトになるので旅だけではなく普段のお買い物バッグとして毎日大活躍。日本でも人気の白クマのデザインを採用。ベングト&ロッタのロゴもおしゃれですね。普段使いのエコバッグとしてもおすすめの大容量。ワインや牛乳も縦に入ります。こんな感じで背面にあるループでバーが2本あるタイプのキャリーケースに装着できます。飲み物や食品などかさばりがちな旅先のお土産もキャリーケースに装着すれば楽々移動できちゃいます。5月16日ダイムが発売されます。特別付録は Bluetooth 対応リズムライトスピーカーです。今月もダイム魅力的な付録ですね。パーティーやキャンプで活躍するおしゃれなインテリアガジェット、曲調に合わせて4色の LED が踊る仕様です。スマホとペアリングしてワイヤレス再生可能となっております。5月17日ビストが発売されます。付録はエスト2大名品セット、エストザローション 20ml、 エストクラリファイングジェルウォッシュ2本、張り込み付録としてランコム福肌美容液3種セット、ジェニフィックアドバンスト N1ml、クラリフィックブライトニングセラム 1ml、 エネルギー HCF トリプルセラム 1ml となっております。5月18日ミッフィーバニティポーチブック、ミッフィーバージョンとボリスバージョンが発売されます。ご覧ください。ミッフィーとボリスのたっぷり入る大人かわいいバニティポーチ登場です。美白ミッフィーのフェイス型とボリスの毛色と同じブラウンカラーのふんわり素材のバニティポーチとなっております。コンパクトな見た目ながら大容量なサイズ感、仕切り付きなので自分の好きなようにアレンジすることができます。メッシュポケットも付いているので細々とした小物の整理も楽々、ダブルジップなので開閉もしやすく、とっても付いているので持ち運びにも便利です。コスメやアクセサリーなど日常で使用するものを入れたり、さらには裁縫道具を収納したり、使いやすさにこだわったポーチなので様々な用途で活躍してくれます。5月19日リンネルが発売されます。付録はムーミン刺繍が可愛い豪華身だしなみ8点セットです。こちらはムーミンとリトルミーの華やかな刺繍があしらわれたコンパクトなボックスに、手先や顔のお手入れに便利なアイテムが8点収納されております。爪切り、巻き爪用爪切り、甘皮プッシャー、爪やすり、甘皮カッター、毛抜き、耳かき、ハサミの8点セットとなっております。そして宝島チャンネルで購入するとラネージュ豪華スキンケア5点セットがついてきます。そしてリンネルは増刊号も発売されます。付録はムーミン吊るして外して使える多機能撥水ポーチです。ご覧ください。ムーミンファミリーと仲間たちの楽しそうな絵柄が入った便利なポーチが増刊号の付録となっております。内側のフックをタオル掛けやコート掛けなどに吊るして使えます。メッシュポーチは取り外して持ち出せるのもポイントです。外側の生地は撥水加工なので水回りでも安心ですよ。吊るしたままでも可愛い内側のデザインにもこだわっております。
メイクや洗面用具の他にも充電器やコード類などガジェットの整理にも使えます。そしてメッシュ素材のポーチはリトルミーのワッペン付き。バスグッズなどを入れてこれだけお風呂場に持ち込めるので便利ですね。外側は撥水加工なので洗面周りやアウトドアでも使えます。5月19日 DOD ホネアルイヤーズミニブックカーキバージョンとベージュバージョンが発売されます。こちらはローソンで販売されます。大人気アウトドアブランド DOD の最新ブランドブックが登場いたします。本誌限定アイテムはホネアルイヤーズミニ、DOD の人気商品ホネアルヤーツをそのままミニサイズにしたような収納ケースとなっております。本物は大容量50リットルで3段まで積み重ねられるようです。面ファスナータイプの仕切り板が2枚付いているので荷物に合わせて中の収納スペースを自由自在にカスタムできます。本家同様手でコンパクトに折りたためるこだわりの仕様となっております。日常使いはもちろんキャンプにも活躍できるアイテムでこれからのシーズンにぴったりとなっております。5月19日 DOD 晴雨兼用折りたたみ傘ブックブルーグレーバージョンとブラックバージョンベージュバージョンが発売されます。ブルーグレーは宝島チャンネル限定、ブラックとベージュはローソンで販売されます。こちらは天候問わず一年中使える折りたたみ傘です。軽量コンパクトながら UV カット率 99.8% 以上を誇る機能性の高さも魅力となっております。先端部分にオリジナルのフックがあるので吊るして干すこともできますよ。収納袋は取り外せるストラップ付きで手持ちのバッグに取り付けられます。こちらは日常使いはもちろんキャンプでも活躍間違いなしです。5月19日 DOD ポータブル卓上扇風機ブックブルーグレーバージョンとカーキバージョンベージュバージョンが発売されます。ブルーグレーは宝島チャンネル限定、カーキとベージュはローソンで販売されます。ご覧ください。コロンとした形が可愛い卓上扇風機、前後360度回るファンは好きな角度に調節できるのでデスクでの作業中やキッチンでの調理中など大活躍すること間違いなしです。さらに土台部分にはフックが隠れており、フックやポールなどに吊るして風を送ることも可能です。日常使いはもちろんキャンプにも活躍できるアイテムでこれからのシーズンにぴったりです。5月19日シナプシュ洗えるプシュプシュマスコット付きブックとローソンで販売されるスペシャルパッケージが発売されます。赤ちゃんが泣き止むと話題の民放初の赤ちゃん向け番組シナプシュ、映画化を記念してメインキャラクターであるプシュプシュの洗えるマスコットがついたミニ絵本が登場です。プシュプシュのマスコットは映画のストーリーに即した限定仕様となっております。ルマンドカラーが採用されているのも人気のポイントですね。本誌でしか手に入らないデザインでプレゼントにもぴったりです。5月19日スヌーピー高機能長財布ブックが発売されます。ついにやってきましたスヌさんの長財布です。ご覧ください。高級感たっぷりのレザー調の長財布となっていて、色はどんなシーンにも合うナチュラルで飽きのこないキャラメルカラー。正面はスヌさんとウッドストックさん、背面にはピーナッツのロゴが型押しされております。中を見ますと裏地は山吹色のツイル地、明るいカラーで中身が見やすく気分も上がりますね。収納はカードポケット6つ、幅広ポケット1つ、ボックス型の小銭入れはパッと見やすくレジでもたつかずとってもスムーズにお会計ができます。フリースペースが3つ、お札ポケットはレシートの整理収納もできるので家計管理にも便利な高機能長財布に仕上がっております。いかがだったでしょうか。ここまで5月15日から5月21日までに発売予定の雑誌とムック本の付録合計19冊紹介してまいりました。来週はバッグ、お財布、スピーカーに扇風機、傘など魅力的なアイテムが続々登場してきます。気になった付録は売り切れる前に早めにチェックしておきましょう。購入した付録は随時開封レビュー動画を上げていきますのでぜひ参考にしてください。そして Twitter、Instagram でも付録情報を発信しておりますのでぜひフォローよろしくお願いいたします。それでは今回の動画は以上で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。動画のグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。